11月です。もう桁にしてます。でも数人、自分もそうですけど、チンコギのままです。チンコギの人はみんなチヌ取ってます。自分もまあチヌ取ってるんですけど、あまりにもしんどいんで、今日はちょっとだけね、違う方へ冒険してみたいと思います。カキイカダを抜けて、この辺からやってみましょうかね。巻きはそこそこいますけど、あと何もいもいないですね。本当行けたとこっちぐらいですか。 U ターンしてみましたが、やっぱりハモってないリリースこっちですね。あ、イカナイス。ただこの U ターンが成功するかどうかは微妙です。問題は拾えるかどうかですね。あ、色めっちゃいい、カチカチです。あ、こっちも色めっちゃいい、だんだん張ってきてますね。とてもいいカニです。行ってくれたらいいですが、なかなかそうはいかないですね。ちょっと深いとこ通した。もうスポンジだらけですね。もう今年は深いとこどこやってもこれですね。これは何も入ってないでしょうね。またもや参った。ほんとこれは、あ、でも赤けた。あ、ボンゴ出てきました。やった。去年めちゃくちゃいましたけど、今年は少ないですね。でも見れましたね、秋モンゴ。まあでもゲタがいるからええか。たまたまかもしれませんけどね、時間帯的に今いい時間なんで。もう深いところ盗撮にやる以外に手がなさそうです。できるだけ深いところかけないようにやってみましょう。あ、そういうぐらいナマコもう拾っていいんですね。自分でも忘れてました。ちょっと筋をずらしてみたんですけど、スポンジ入ってますね。ちょっと筋ずらしたら、網ヌタヌタです。これほど手が長いやつはめった見ませんね。すごいなこいつ。もういつでも抱っこします。こっちは2での声。あー来た、嬉しい。オスでももう実はメスの方が値段いいんですよね。あ、モンゴでっかー。しかもでかい、秋にしたもんかなりでかい、春のようなモンゴですね。よりもこっちの方が嬉しいですね、やっぱり。あんまり最近見ません。もうメスの時期なんで、オスはどっか行っちゃった感じですね。あともう取ったっていうのもあるでしょうね、今年の分は。あー、また通ってしまった。
し通ってないつもりだったんですけど、ダメ。問題は何度も言ってますが拾えるかどうか。 OK OK ナイス。ちょっとさっきのあれが散々、このカニ2つは本当に嬉しいですね。あっと3つ目、しかもなんとゲタも入り出しました。さっきもゲタいたんですけど、ゲタだけだったんで、これはカニとゲタだから。めっちゃいいですね。やった、ちょっとかけずに本当、もうちょっと辛抱してみましょう。こうやって、やめて、チームの方いい子思って行ってたら、当たったりするんですよね。で、これで U ターンしますけど、U ターンが成功することは少ないです。うまくいかんすわね。足だけは入ってましたね。カボバッカリ、うわ、何ですか今の。ハモばっかりですね。なんかこの辺に見たことがないようなもんが。おー怖え、猛毒。一回前も当てたんですよ。でも夏だったですね。11月に当たるってどんだけ温暖か。食べてみたらめちゃくちゃうまかったんですよね。おかずにしましょう。今日はこれにしましょう。もう決定。できれば生けておきたい。もちろん生きてる方が美味しいですもんね。おお、やめ。わかる。おお、嬉しい。塩の回避なんで期待しましょうと言おうと思ったんですよね。やっ。ヒラメもめっちゃ嬉しいですけど、こっちが嬉しい。もう時期的にヒラメよりも、ただヒラメも全然 OK ですよ。嬉しい。U ターンして何もいなかったから、ずっと何もいなかったんですよね。もうハモだけ、ゲタもいないし、今上り返しなんですけど、やっと入ってくれました。本当もうハモも時期的にちょっとね、骨がましいのかあまりなんかパッとしませんね。仲貝さんたちが欲しくないっぽいですね。まあ雰囲気的にも涼しくなったらハモの雰囲気じゃないですよね。カニとかヒラメの気持ちも、カニとかヒラメの気持ちになってますもんね。みんなめちゃめちゃ綺麗ですね。よかった。チームのとこにか。
がありませんように。ああ、よかった。ナイス。あとはチン。言いましたけど、一つは台湾でした。死ぬが無難ですね。あと上り潮の方がもう完全に良くなりました。上り潮の方が圧倒的にいいです。ラストです。これは嬉しい。もうラストのラストで超負け。本当にスーパーおまけでした。漕ぎながら帰ったんですけど、ラッキー。もう下りより上り潮の方が圧倒的にいいですね。潮変わったようです。帰りましょう。後半8番チヌやりましたんで、1,2,3,4,5,6,7 8個張り玉、80キロですかね。こっちとヒラメが入ったんだけど、ヒラメ別にしようか。こっち切れても跳ねじゃん。こっちあんな入れたつもりなかったんだけど、あんな折ったんだ。はい、山が出てきましたね。カニが落ちてくれたんだけど、はい、やったね。カニがなかったらやばかったな。カニ入ってね、赤字の網とかもあるな。やばいな。でもチヌの方が硬いかも。チヌはずっとあるもんね。いろいろ冒険してみたけど、ハモだけだな。どこやってもあるか。で、おかずはこれです。はい、この超気にやすい。ちょっと切ってないけどな。うわー怖い。おー、これは猛毒らしいよ。あぶねー。獅子2度目怖い。何だった、ミノカサゴかな。あ、なんかそうそう、なんかそんなんやな。うわ、すごい、めっちゃうまかったやつ。キュンキュン。あー、さすがに切ってください。なあ、暴れたらもうアウトやな。バシャー言われたらもう。これをちょっと丼ぶりにしましょう。はい、と、はい、もう見たことがないぐらいのレベラ、はい、ガンゾウビラメすげえでかい。これもちょっとね、刺身にしてどんどんネタにしましょう、はい、これ皆さん意外にうまいんですよ。刺身干して焼いて食べるのがね、田舎では有名ですけど、うん、冬はもう刺身がもうめちゃくちゃうまいですね、うん、食べてみましょう。はい、食べてみましょう。あら、もう捨てるわけにはいきません。実は大トロ、ヒラの子。皆さん今日もお疲れ様でした。できました。じゃじゃーん、ミノカサゴ生涯2回目のキャッチです。初めて取った時に食べたんですけど、めっちゃうまかったですけど、その答えよりこっちの方が多分美味しいですね。もうさばいてて、もう身の分厚さがすごい、コリコリ感がすごかったです。そしてこれはデビラです。で、デビラの縁側、おそらくここがナンバーワンでしょう、デビラの中で。で、ヒラの子です。ヒラの子はもう一回食べてハマってるんですけど、めったに入らないですけど、年に2遍か3遍くらい。もうトロですね。こうさばいててもね、もう手のぬくもりで溶けていく感じです、もう身が。自分みたいな素人がですね、ちょっと
こしらえるのが難しい本当。でもちろんアラも無駄にはしてません。お吸い物にしました。いただきます。うん、めっちゃ嫌だし、あっさり系の本当に匂いがない、油がすごいさっぱりしたお味噌汁になってます。では今日も丼を作っていきましょう。身のかさごでかすぎ、ちょっと絵的にいいと思ってでかくやりすぎました。これぐらいにしておきましょう。そして縁側、これも下手すると今日のメイン、あ、デビラの縁側です。でデビラでかすぎ、そして平の子で真ん中にエビを置いて、今日も800円丼完成いたしました。わさびと醤油をお願いいたします。わさび大好きたっぷり派です。どうしよう、塩でいこうか悩む、両方でいきたい、ちょっと悩みますね。もうちっちゃいの塩でいってみましょう。小輪島の塩、小輪島の海塩です。石川県、このちっちゃいのだけちょっと身のかさご塩でいってみたいと思います。いただきます。肉厚すごい、こっちのような弾力じゃないんですよね。プリプリなんですけど硬くない、こっちちょっと硬い感じですけど硬くない弾力。では醤油でいきましょう。チュルチュル、デベラの縁側行ってみたいと思います。感動です、これは感動。この平の刺身、トロよりもトロです、溶けます。もう口の中でなくなっていく感じ、もうさばいててなくなっていくぐらいですからね。なんとこの海にもミノカサゴが現れまして、恐ろしいことです。また見たことのない魚が次々出てくることでしょう。どうなるんでしょうかね、本当に。今回もご視聴ありがとうございました。